よっ、テキトです。今回はダイナソージャンプというマップで遊んでいこう。で、久しぶりのアスレチック企画なんですけど、やっぱりね、普通にアスレチックやるよりも目標を立てた方がいいと思うんだよ。なんで今回は一発でクリアを目指して頑張ろうというわけで、まあ落ちたら終了ってほど厳しくはないけど、もうね、アスレチック始めて9ヶ月ぐらい経ってるんですよ。なんでやっぱりこうアスレチック初心者に夢を見せたい。9ヶ月もアスレチックやってればめちゃめちゃ上手くなるよってことを証明したいんで、この恐竜のアスレチックをクリアしていこうと思うわ。あ、見て超かわいい。そう、このマップね、ダイナソージャンプっていうマップの名前なんだけど、ダイナソーって恐竜って意味で、まあ簡単に言うと恐竜のアスレチックなんだよね。なんで私今日恐竜で来ました。かわいいっしょこれ。まあ後ろのこの緑の恐竜には可愛さでは勝てないと思うけど、かっこよさではね、間違いなく勝ってると思うんで、このかっこいい恐竜で一発クリア目指していこう。じゃあ行きましょうかね。なんか後ろから見るとキモくなんか後ろから見ると太ったトカゲみたいで気持ち悪いんだけど、まあ前から見るとこう口をね開けたティラノサウルスということで、めちゃくちゃかっこいいでしょう。じゃあ行きますか。じゃあ早速一発クリア目指して頑張ろう。ちなみに今回もう怖い。え、いや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 、みんな何も見てないよね。今目つぶっててね。ちょっとこれからアスレチックが始まるから、ちょっとみんな目つぶっててね。これどういうこと？ここジャンプして乗ればいいんだよ。よしよし、これでオッケーかな。で、前見て、何これ、超かわいい。この恐竜どうやって作ったんだろう。そう、今回もねパソコンでやってるんで、ちょっと操作がね慣れないとこありますけど、そうは言ってもやっぱりアスレチック上級者なんで、こういうの一発でねクリアしていこうと思います。一発だからね。さっきのはみんな見てないよね。さっきのはちょっと見なかったことにしてください。よいしょこれ恐竜かな恐竜要素さあんまりない気がするんだけど、大丈夫？やっぱりなんか雑談とかした方がいいですか？雑談欲しい？わあ、おぶねえ。じゃあ雑談、じゃあ恐竜の話しようか。なんか恐竜ってほらティラノサウルスいるじゃないですか。なんか一番強いとか言われてるさ。なんか最近の研究だと、そのティラノサウルスとかって毛がもじゃもじゃに生えてるみたいな、知ってる？みんな毛がね、このティラノサウルス毛がついてないじゃん。でもなんか本当はもう毛がボーボーに生えてるらしいよ。やだねおい、やっぱりなんか恐竜っていうとさ、その毛が生えてないでツルツルのなんかこう不気味な感じがかっこいいってとこあるよね。そう、なんか毛が生えてるって聞いてすごいがっかりしたわ。いや、もう恐竜の話できないもう恐竜の話尽きたわ。なんか皆さん恐竜の話題あります？正直あんま恐竜みんな興味ないでしょ。なんだろうな、何の話しようか。最近流行ってる漫画とかあったっけ？あー、これ3つのうち1つが正解ってやつかな。でも恐竜で今まで緑と黄色があったから、多分この緑と黄色以外のこのブロックじゃねえかな。え？いや、これはどういう状況これはどういう状況、これは正解なのか不正。おいおい、どういうこと。まあこれは黄色でしょう。まあまあこれは緑でしょうね。よし、今んとこ一発だぞ。さあこのままノーミスでクリアしていこう。見て、この恐竜がさ、ちっちゃい恐竜がこのブロックの中に入ってんのよ。超かわいいけど落ちちゃった。で、ちょっと皆さんにね言い訳したいんですよ。今回結構落ちてるじゃないですか。で、本当に本当だったらね、ここ絶対一発でクリアしてんのよ。でもなんでクリアできてないかっていうと、俺パソコンでやってんのよ。そう、キーボードでやっててめっちゃ難しいの。だから許して。それか、さっき黄色だっ、あ、ここかな。まあこれでしょう。これもしかして黄色が全部正解パターンか。これは黄色からの緑だな。よっしゃ、黄色からの青ね。よし、このね正解がわからないゾーンは本当に勘弁してほしいね。うなに、これ、うわ、これ透明の白い棒みたいのがある。これ見づれーな。え、めっちゃむずくない？大丈夫これ？いや、わからん。いや待って、これめっちゃむずいよ。みんな見える？これ、いや、わかんなくね？ほっ、あ、いける、ほっ、いける、いやー、あ、来た、はっはっはっは、よし、あー、ここ難しかった。普通にこのダイナソーアスレチック難しいな。
よし、じゃあこのまま進んでいこう。じゃあね、何の話しようかな。最近ハマってる漫画とかも、俺漫画読んでなくて、あ、でも俺最近ね、クレヨンしんちゃんのアニメをめっちゃ見てるわ。あ、また可愛い恐竜ゾーン来た。これ作るの大変だよね。この恐竜ね、多分こうブロックとかを組み合わせて作ってると思うんだけど、可愛すぎ。これ踏みたくないわ、可愛すぎて。そう、皆さんクレヨンしんちゃん好きですか？あんまりクレヨンしんちゃん世代っていないのかな。今だとやっぱ呪術廻戦とか鬼滅の刃とか、そういうアニメなのかな、人気なのは。まあそれもね、呪術廻戦とか鬼滅の刃とかも面白いんだけど、やっぱクレヨンしんちゃんね、最高ってことで、ぜひね、クレヨンしんちゃんちょっと、なにこれ、おい、メス出てきたぞ。ねえ、恐竜のメス出てきたんだけど、可愛すぎね。ああ、可愛かった、ここ。もしかしてこの男の子女の子以外にもおじいちゃん恐竜とかおばあちゃん恐竜出てくるかな。そうだね、まあクレヨンしんちゃんぜひ見てくれって感じで、あと他何の話しようかな。あ、そうだ、そのね、最近私服をね作ってないんですよ。わあ、またこのゾーンか。ピンクかな。お、ピンクだ。ピンクからの濃いピンクだ。キャーイ。じゃあピンクからの黄色じゃい。いや俺外しすぎじゃないね。俺さすがに外しすぎだよね、3分の1。じゃあピンクからの、またピンクか、これは。よし、あー、また可愛いゾーン来た。可愛い、これ癒されるね。はい、じゃあね、もう一個話すことあって、そう、最近さ、俺クリエイターズアイテムとかは買ってるんだけど、自分でね作ってないんですよ、アイテムを。で、昔こう牛猫ちゃんの服とか作ったんだけど、それっきり何も作ってないんで、そろそろ作ろうと思ってんだけど、皆さん買ってくれますか？結局アイテム作っても買ってもらえないと、なんか意味ないっていうか、意味ないわけじゃないんだけど、やっぱりみんなにもね使ってほしいわけよ。いや、ここめっちゃ落ちるな。まあもちろんね、デザインが可愛いとか可愛くないとかで買う買わないあると思うんだけど、やーい！まあテキトさんが作ったやつだから買うって人がいたらね、すごい嬉しいなって思いますね。これめっちゃ見づれ。なにこれ。あ、こっちか。すげえ、なにこれ。かっこよ。なんか、ドラえもんの世界っていうかさ、すごくない？異世界に迷い込んだみたいな。これすごいな。普通に。え？なにこれ。ああ、え、なにこれ。いや、読めねえ、読めねえ。白が被って読めねえ。ダイナソー、あ、ダイナソーって書いてある。え、待って。お父さん、お母さん。なにこれ、なにこれ、お前。俺と違って可愛いね。みんななんかさ、顔がこう、キュンってなってんのとか、普通に真顔のやつとか、いろんなのがあるね。これ多分ゴールってことで、いいですかね。はい、というわけで皆さん、無事ね、一発クリアすることができました。っていうのは嘘で、まあ何回か失敗しちゃったんだけどね。まあね、スマートフォン最近ちょっと重すぎて、できないんで、もしね、パソコンじゃなくて、スマホ変えて、このパソコンでね、プレイじゃなくて、スマホでプレイになったら、確実に一発でクリアできるんで、皆さんね、見ててください。というわけで、他にもね、アスレチックとか、ゼペット漫画とか、いろいろやってるんで、チャンネル登録とグッドボタン、高評価、よろしくお願いいたします。では今日の星座占い行きましょう。本日の12位は獅子座のあなた。ではさようなら。